はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志で村上義清でのプレイ番外編、続きをやっていきたいと思います。まあ、何が番外編かっていうとですね、村上義清でのプレイ一旦滅びてしまいました。で、その後皆さんの、ご意見ですね、アンケートとかでお寄せいただいた内容から、本編の続きとしてはですね、武田の家臣として、耐え難きを耐え、来たるべき独立謀反の時に備えるというプレイをですね、やっていこうかなと思ってるんですけども、今回プレイしていっている番外編はですね、そもそも村上義清が滅びるに至ったきっかけとなった小諸城攻めですね、これをやらなければどうなってたかっていう、まあイフストーリーみたいな形ですね、でお届けできればいいかな、面白いかなと思ってプレイの方をしています。そして今回は第3回目になります。第1回目ではですね、武田軍、約2万の軍勢を相手に、砥石城、桂尾城で迎撃戦を展開し、見事に撃退しました。で、前回はですね、今川軍33,000を同じく砥石城、桂尾城で迎撃。その間にですね、反織田連合が結成され、誘われる形、自分から外交コマンドは打ってないんですが、誘われる形で武田の連合に加わりました。反織田連合です。それから3年、今画面に出ているように、反織田連合が解散したというところからですね、続きを、皆さんと一緒に見ていきたいと思っています。連合が解散された今となっては、武田がまた退去して押し寄せてくる可能性がありますので、まあね、しっかりと防衛をしていきたいと思います。で、城の状態なんですけども、ちょっとこの後お見せしていきたいんですが、実は結構頑張ってですね、その武田の脅威がないうちに、実は城をだいぶ大きくしてます。で、どこをどう大きくしているかっていうところをですね、ちょっとお見せしたいんですが、まず、桂尾城に関して言うと、天守を4層天守にまで拡張。さらに、城郭施設で鉄砲蔵を作っています。で、車も作れるような状態にはあるんですが、規模が、拡張できていないので、この後ね、木材を集めて、規模を第7段階まで上げて、車を作っていきたいなというところまで来てます。で、砥石城に関しては、天守は3層天守のままなんですけども、車を3の丸まで増設しました。まあ、この辺りで少しね、敵が攻めてきた時の備えとしては強化されている状態になっているかなと思います。では、その続きになります。で、ちょっと今木材と、あとは鉄が再び不足してきているので、投資をして、ここに対して増産を促していきましょう。あとは奨励系ですね。この辺りもね、やる余裕が出てきてるんですよ、今。やっぱり連合に加わったことによって、武田の脅威が、まあ3年間とは言えなかったので、この間に内政のだいぶ充実を図ることができましたね。ただ、今となってはいつ武田軍が攻めてきてもおかしくない状態に戻ってしまっているので、まあ、警戒しつつ、少しでも早く、その、城のね、さらなる改修のために、鉄、木材、このあたりの増産をしていきましょう。で、全国マップをですね、ちょっとこの後皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、今川がだいぶ大きくなってます。こんな感じですね。畿内一円に関しては、まあ、やっぱり織田がでかくなりつつも、尾張から織田が追い出されつつあるかなという状況ですね。今川がそれだけでかくなってます。で、北条に関してはもう手のつけられない状態。で、武田はですね、まあ思ったより伸びていないなというところですね。というのも、今川、北条に囲まれて、北はこの村上義清が死守していたというのもあるので、武田がちょっと乗り遅れたかなという感じですね。であと、長尾、まあ、謙信のところは大きくなってます。で、あとはですね、この、アシナもでかくなっていますね。
伊達と芦名がぶつかるんだろうなという構造が東北地方です。で、西はというとやっぱり毛利が大きいですよね。で、九州の島津、竜造氏、この辺りの大勢力がしのぎを削っているという中、この小勢力の村上義樹をここまで生き残っているっていうね、どことも外交せずにここまで来てますからね。引き続きなんとか生き残りをかけていきましょう。できればどっかにね、侵略戦を仕掛けていきたいところではあるんですが、ちょっとまだ今その好機ではない。お、今ここで軍勢がぶつかってるな。これは長尾の軍勢と、あー、ついに長野家が滅びるか。こんだけの軍勢に囲まれたら長野も持たないだろうな。ってことはいよいよ武田と長尾からこの桂を砥石が攻められるのもいよいよ時間の問題ですね。ご命令くだされ。非常に怖いですけどね。ちょっとまだ投資に時間がかかりそうなので、投資をさらに促していきましょうか。で、またちょっと敵が攻め寄せてくるまで時間が少しあるかなという印象があるので、その間に少しまた早送りでお届けをさせていただいて、来たるべき決戦が来たらですね、また皆さんと一緒に敵の迎撃戦を展開していきたいなと思います。ではちょっとここからまた早送りでお届けしていきます。はい。で、ここまで一気に進めてきましたが、今1555年11月まで進んできています。まあ、あれから一度も攻められることなくですね、城の方は順調に、整備が進んでいて、桂尾城に関しては四層天守に郭も二の丸まで作ってます。で、砥石城に関してももう国令以上拡張できない規模までやってきました。で、ここまで来たらですね、じゃあ新しい城を作ろうということで、ここ海津城に城を築いておきたいと思います。で、城の規模はもちろん第7段階居城を作りましょう。で、このまま行けばきっとこの後も攻められることなく順調に生き残る道をたどれそうなんですが、とはいえ織田がここまで大きくなっているので、まあ織田がいつこの村上と隣接してもおかしくない状況なんで、まあその織田がね、出張ってきた時にどうなるかっていうのは今後の注目するポイントになってくるかなとは思います。で、それ以外で言うとですね、ちょっと武将の数がやっぱり少ないので、これ以上その今一つ城を作りましたけども、これ以上城を拡張する築城するっていうのは難しいかなと思いますので、基本的には、この海津城を作って、砥石、桂尾、この3つの城で、まあ、敵をね迎え撃つっていうことをやっていけば、きっと表情を始めましょう、相当な軍勢が攻め込んできたとしても耐えられるんじゃないかなというふうに踏んではいます。で、ちょっと期待していたですね、姫武将系ですね、その架空武将、架空姫が思ったよりちょっと出てこないというのがあったので、もう少しそこが出てくれば武将の数がね増えたんじゃないかなとは思います。で、ここで伊達から使者が来ているので、まあ、また連合の誘いだと思いますので、ここは受けましょう。で、そうなると気になるのが周辺ですね。武田は連合には入っていない、織田も連合にも入っていない。北条が敵対連合に入って、長尾は味方の連合だな。ってことは、武田、
織田からは攻められる可能性はあるものの、今城を築いている海津城に関しては当面必要ないってことになっちゃうんだな。ちょっとここはもったいなかったな。だったら対武田織田に備えた方がもしかしたら良かったかもって感じもしますね。そしたら寺町、いやー門前町、公家町、どうしようかな。商業と木産、うん、ここは門前町にしましょう。で、城がそろそろ出来上がるはずなので、そしたら城に、海津城に人を何人か移さないといけないので、やっぱり人材不足っていうところですかね、唯一のその懸念点としては。表情を始めましょう。先月の収支です。で、やっぱり鉄の生産量が低いんだよな。海津城作ったもんいいもののすぐ敵に取られるんであれば作り損ですからね。さあ城が出来上がりましたね。そしたらこの海津城に人を移していきましょう。で、そしたら早速ね、回収をやっていきたいと思いますので、一旦送っていきましょう。これで3つの城を支配するまでになったわけだな。おっと、というところで砥石城に2万1000か。これはどこの軍勢だ？武田の軍勢だな。武田の軍勢2万1000が砥石城ね。OK、OK。海津城を取られないように作ったばっかりのね、虎の子の城ですからね。ちょっと早めですが出陣させちゃいましょう。出るぞ。必ずや勝つ。三方向から攻めてくるんだな。先月の収支です。そしたら忘れないうちにまずは海津城の回収を先に進めちゃいましょう。海津城だけは取られるわけにはいかない。そういう意味で言うと回収が先かな。海津城の縄文を回収して強くしておかないと、攻められた時にひとたまりもないですからね。で、砥石城の方は2万の武田軍を迎え撃ちましょう。武田晴信も出てきてるか。まあ1万7000の軍勢ですからね。で、晴信はモグラ攻めがあるので、それが一番怖いですよね。モグラ攻めで城門の中に入られると一気に不利になってしまう。さあ敵が1万にまで膨れましたね。1万2000か。で、晴信がいて、ここは黒人衆がいてっていうとこかな。我が領内にさらに砥石城に虎種、原虎種5000が援軍で向かってると。ただこの名城砥石城、堅牢ですからね。武田軍に砥石崩れを見せてやりたいところだけど、まあここはやっぱり城の圧倒的な防御力の前に敵軍は数を減らしていってますね。
怖いのが春信のモグラ攻めだけど、ここまで軍勢を減らせれば、仮にモグラ攻めで中に入り込まれても直接乱戦で迎撃可能かなっていう状態ですね。さあ、これで蹴りはつきそうですね。これで春信を迎撃したので、あと勘助がやってきて、何ここで虎政が1万の軍勢で来たか。この1万の軍勢だな、この1万の軍勢がきっと今いるもんでは防ぎきれないと思うので、本丸に入らないといけないかな。何ここで出奔しやがった、マジか。須田貴様、あれだけ通い詰めてたのにいつの間に。始めろ、ここが勝負どころよ。さあ勘助はここで、みんな覚悟を決めよう。貴様らの動き読めてよ、逃げたければ逃げなさい。ここ撃退して虎政の方に向かいましょう。読めておる、行くぞ。くそ、須田の野郎、また通い詰めなきゃダメだな。家臣のもとに海津城が増えた分だけ人手がまた足りなくなってますからね。行くぞ。ここは城門が破られるかな。破られるね。さらに虎種が来たか。さらに赤備え、ちょっと中に引きましょう。神速持ってたのでギリギリまで守ってると追いつかれる可能性があるので、中で迎え撃ちましょう。これが戦の作法よ。何、赤備えが中まで浸透してきてやがる。まずいな、これはかなり兵を削られるぞ。かしこまりました。続け。これで決まりだな。名声堂々勝負しなさい。力を合わせ戦いだけだ。お任せください。いや、結局1万7000からさらに1万ぐらい軍勢増えて3万ぐらいの軍勢になってましたね、きっと。まあでもそれもこの砥石城で迎撃できましたね。さすが砥石城だな。ここにさらに軍勢が3万規模で来ると、さすがの砥石城も落城するかなっていう感じですけど。まあ、砥石城さすがに守りやすいですね。戻るぞ。にしてもまさか裏切り者が出るとはな。あそこまで有効度を高めていたのに武田に地道に省略されてたんだな。迂闊だったな。ただ有効度はマックスなんだけどな。有効度がマックスだからといって裏切られないという保証はない。まさか、しかもそれは引き抜きだとは思わなかったな。さすがだな信玄。そしたら水田を立てて、さらに兵力も増強しておきましょうね。いやいや、危なかった。とはいえやっぱりこの砥石城、桂尾城で守りに徹すれば、まあある意味相当持ちこたえることができるっていうのが、まあ分かってはきましたよね。なので、まあその一応今回でこの番外編に関しては
プレイの方は終了していこうかなと思ってはいるんですけども、そのしっかり守りに専念すれば、まあ、決して守りきれないわけではない。弱小大名であっても生き残ることだけを考えるんであれば可能だっていうことが分かりました。で、逆に勢力を伸ばそうとすると外交禁止してるとかなり厳しい。で、外交をちゃんとやれば上杉のりまさでプレイして、お伝え、したように、まあ、しっかりと天下を取ることができるっていうのが、まあ、分かったかなと思います。真田に城を作っておくっていうのもありだけどな、まあ、敵の標的になるだけか。最上山魔石、まあ、ちょっとね、城をこれ以上増やしたい気もする。兵力が増えるんで城を増やせばその分だけ。ただ武将の数がいないっていうね悩みもあるので、それをうまく クリアにしないとこれ以上の築城は正直難しいかなってとこですね。お金もだいぶ増えたし、米にも余裕があるし、ただ小田はでかくなってるしっていう感じですね。島津もね、だいぶ今姫にしちゃったな、武将にしたかったな。連打をしてたら誰かが姫になってましたけど、神戸も引き抜きまではいかないんだよね。不戦には応じてくれるけど、と言っていたら砥石城に10000、さらに桂尾城に7200。これは北条か。次は今度は北条が2万の軍勢か、まあ、ただ砥石城はもうすぐ防御力が満タンになりますね。きっと敵が寄ってくる頃にはさらに修復が回復できてるかなと思うんで、で砥石城にさらに1万の軍勢か。ご命令を。なかなか報告いたす。豪勢な軍勢が来そうだな。北条勢がまあ総勢3万ぐらいの軍勢になりますかね。でやってくる感じになりそうですが、これも撃退してみせましょう。砥石城で砥石城があればいつまででもこの村上のお家を守ることができる、そんな展開に証明しましょう。まずは北条勢8000の軍勢が先陣で到着してますね。氏康自ら来てるんだな。吉清が削られるんで一旦下がりましょう。で楽願寺も城門から半分飛び出てるんで下がりましょう。ここはあれだな、ちょっとまずい展開になってるのが兵を削られてるので、思ったより早く城門が破られるな。このまま行くと砥
史上の縄文が思ったより早く破られるぞ。これは縄文が破壊されました。まずいな。全てを込める。トイ市場の縄文がこんなに早く破られるとはちょっと思わなかったけど、まずは敵の先陣であり総大将である宇治康を撃破できたのでよしとしましょう。で、後続でさらに1万5000から2万ぐらいの軍勢が来るはずなので、これが到着する前に城の修復に当たりましょう。で、富永がどこに向かうかというと、桂尾に向かうのか。富永が、これは兵を返しましょう。んで、桂尾城だな次の敵の標的は。砥石城に関しては人通り軍勢は引いていったので、今度は砥石城の防衛戦に入っていきましょう。うん、桂尾城の防衛戦ですね。入っていきましょう。で、忘れないうちに城の修復を行っていきましょう。結構えぐいことになってるからな。3万近い軍勢になってくると結構厳しい戦いにはなりますからね。で、何、砥石城にここで12600、これは厳しいな。そしたら軍勢を二手に分けましょう。出るぞ、必ずや勝つ。で、城の耐久が砥石城に関しては戻る、できるだけ戻すしかないからな。で、桂尾城の敵を手っ取り早く撃破して砥石城の防衛線に援軍として回りましょう。これでなんとかなるかな。行くぞ、桂尾城もね、最大規模まで城は回収してあるので、そう簡単には落ちないはず。ここらが引きには与の先生、どうぞ勝負しなさい。これが戦の作法よ。貴様らの動きを読めておる。なーに、綱成がこの数が多いな。これは本丸で迎え撃つしかないですね。縄文が破壊されました。そうこうしてるうちに砥石城が危なくなるんだよな。めちゃくちゃな数連れてきてるな、綱成だけで。1万6000か、まあ、これは縄文が耐えられるかどうかだな。縄文が耐えられないと、何、ここで桂尾城にさらに1万の軍勢か。これは滅びの道が見えてきたけど、なんとかまずはこの綱成隊を撃破しないと話にならないんで、
ただ城の修復が間に合わないと桂王城が落ちるな。いや綱成も強いな、これはまずいぞ。桂王城が落とされると海津城はあっという間に落城するな。城門突破されたか。綱成相手じゃ話にならないぞ、こっちだと。まずいな、数が違いすぎる。マジか、綱成相手だとちょっと厳しいな。ここは方向でちょっとかけるしかない方向に。これで混乱してくれれば無理か、無理だな。くそ、このまま行くと桂王城が落とされる。陸上のタイミングがちょっと遅かったのか。海津城がもうちょっと大きくなってれば違う展開になってたかもしれないけど、これは大国中の大国、北条が本気で攻めてくるとこうなるんだな。さらにハイエナ武田、やっぱり武田だよ、最後はやっぱり武田だ、やっぱり武田なんですよ。竹ダメ。桂王城はちょっとどうにもならないな、もう助けられない。マジか、くそ竹ダメ。出るぞ、必ずや勝つ、出陣するぞ。再びこの砥石城で武田に攻められるとはな。何、さらに砥石城に13,500。くそ、変なタイミングで出すから。くそ、信玄め、これ変なタイミングでモグラ攻めされるともういきなり本丸の中に入られて城が落ちるな。敵が城内に侵入しました。武田軍1番、武田北条今川連合軍合わせて10万ぐらいの軍勢だな。何、いつの間にか削られてやがるし。いやー、これは砥石城が信玄に落とされる。マジか、武田北条今川、さらに武田の援軍が来て砥石城が落ちるか。ここまでか。容赦ないな。さらに北条も軍勢を出してくるわけだな。容赦なさすぎる、マジで。もう10万どころの軍勢じゃないな。命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。海津城で悪あがきをするためにも
ちょっとでも防御力を高めておきましょう。山城ではあるんで、まあ、海津城で一矢報いましょう。まずは武田に砦城を奪われたか。くそー、報告いたす。何度となく敵を押し返してきた砥石城と桂尾城ですけど、さすがに10万の軍勢に攻められると落城するな。なんかさっきまで、いやいつまででも生き残りなんてできそうですよとかって余裕こいてたんですけど、一気に滅びの道を転がり落ちてますね。またこれ桂尾城と同じ作りだ。これだとねとても守りやすいんですよね。1人でも1万の軍勢、いやー無理だ。1万の軍勢は500じゃ迎撃できない。まさか1万の軍勢とはな。本丸まで引いてももうどうにもならないな。最後のわらがきをする感じかな。城門が破壊されました。我が軍思い知るがよい。ここは引きます。負けちゃいましたねってなんかすごい柔らかく言ってるけどさ。我が領内に敵が迫っております。さらに1万戦か。桂尾城に城が取り囲まれました。表情を始めましょう。報告。まあ、今回ね番外編としてお届けしてきたこの村上義樹用のプレイなんですが、まあ、本編ではね一度武田の軍門に下った状態で独立を目指したプレーをやっていこうかなと思いますので、引き続き皆さんには本編を応援していただきたいなということで、この番外編は頑張ったけどやっぱり滅びるっていうね悲しい結論にはなってしまいましたけど、さらに海津城に敵がどんどん来るんだな。敵が我が領内に向かっております。我が方の城奪われました。というわけで最後は村上家は北条に息の根を止められてしまったという形になりました。はい、番外編皆さんいかがでしたでしょうか。なんとかね頑張って、見せ場は作れたかなとは思っていたんですが、最後は今川北条武田の連合軍総勢10万の前に敗戦という形になりましたね。というわけで番外編最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。